午後2時25時分です。馬場容疑者を乗せた警察車両が諫早署を出ていきます殺人の疑いで昨日逮捕された大村市三条町の無職馬場恒則容疑者72歳が今日午後長崎地検に身柄を送られました2009年馬場容疑者が当時の自宅で同居していた松永千佳子さんを鈍器のようなもので複数回殴り殺害したとされるこの事件 捜査関係者によりますと、ババ容疑者と松永さんは当時、松永さんが働いていた長崎市内のスナックにババ容疑者が客として来ていたことで知り合い、その後、内縁関係に発展したということです。また、警察によりますと、昨日の朝、捜査員がババ容疑者の自宅を訪れた際、ババ容疑者は包丁で自らの首を切り、 病院に搬送されていたということですババ容疑者は全治1週間の怪我で自殺を図ったものとみられています調べに対しババ容疑者は容疑を否認していて警察は今後事件の全容解明に向けて本格的な取り調べを始めることにしています